これが小子体手術用の、まあ、いわゆるカルテの記載です。で特に小子体手術とかの場合重要なのが、よいしょ、このハンコ、うつ伏せとか右側外、左側外、フリー、行外、筋で、金眼帯、ガーゼ眼帯、フリーってなっています。で一回指示を出すと翌日同じ場合は大体みんなチェックしないことが多いので、ちょっとそれ頭に入れといてください。でうつ伏せ、手術後うつ伏せが多いですけど、右側外、左側外っていうのは右を下にするのが右側外で、左を下にするのが左側外ですね。行外筋っていうのはまあ普通に上向きに寝ないでくださいっていうことなので、例えば夜だけは右側外とか、昼間はうつ伏せとか、そういう指示のこともあるので、夜と昼が違うこともあります。あと金眼帯とガーゼ眼帯フリーっていうのは、まあ、それぞれつけるものが違うっていうことなの で、それをちょっと注意してみてください。だからもし今日指示がなくてもその前の日に指示が出ているっていうことがあるので、実はうつ伏せの人なのにうつ伏せにしていないとか、下向いていないっていう場合はちょっと注意してあげたりとか、下向きですって言ってあげることが大切になります。